Hi, it's Misaki. ビーガン歴5年になりました、アメリカ在住のミサキです。本日はもう私の1日の食事と取れた栄養素のご紹介をしようと思います。最近 B12 を取りすぎてちょっとニキビができました。なのでアーモンドミルクかソイミルクで迷ってますね。ちょっと中身を見ていきましょう。ソイミルク、豆乳は B12 が1日の摂取量につき 120% 入っていまして、アーモンドミルクの方は 25% だけ入れられています。プロテインはアーモンドは 1g、 ソイミルクは 7g ありますね。ただアーモンドはバイタミン E が 50% 入ってます。どっちにしようか。アーモンドミルクにしたみたいですね。朝は大抵抹茶ミルクからなんですが、こんな風にポットを使って作っています。この綺麗な緑を見るのが好きです。はい、できました。はい、それではこちらのアーモンド抹茶ラテの栄養素を見ていきましょう。はい、カロリーが46キロカロリー、プロテインが 1.6g、 脂質が 3.1g、タンパク質が 1.3g、 そしてこちらがビタミンなどの他の栄養素の内容です。バイタミン KED 結構取れてますね。 B12 も避けたかったけれど入ってますね。やっぱりプロテインは 2%、 まあまだまだこれからですね。この日は何にも考えずに適当に食べて いるので大丈夫かな。見てみましょう。ランチタイムです。日本では丼みたいな感じだと思うんですけど、下にご飯があって上に炒めた野菜とかお豆とかが乗っています。そしてドレッシングをかけて食べます。それからこの日はなんとすごいお腹が空いていたようで、ラザニアをこんなにたくさんと、あとスムージーも一緒に食べてますね。これ食べられたんだ、全部すごい量ですねじゃあこれの栄養素を見ていきましょう。はい、1006キロカロリー。まあしょうがない、こんなにたくさん食べたので。ちなみにマクドナルドのクォーターパウンダーセットって1050キロカロリーらしいんですよ。でもね、私のご飯はもっともっと栄養がありますのでお見せします。じゃじゃん、こんな感じです。これ1食分だけなので、まあ大体取れてるんじゃないですか。このままいけば大丈夫そうですね。1日分カルシウムが 53% か。もうちょっと葉野菜とかを食べていれば大丈夫かなと思いますが、オメガ3が 194%、 バイタミン A 606%、 バイタミン C 282%、 マンガニーズ 280%、 and バイタミン K 845%。わお。はい、続きです。プロテインがですね 43% になっていますが、これはマクロの関係でこういう風になっていまして、実際に人間が必要なプロテインというのは体重かける 0.8g なんですね。で、私はだいたい今 46.5kg ぐらいなので、 times 0.8 equals 37.2g ということで 37.2g 1日で取れていれば OK なんです。なのでこれもほとんど、あと 3g ぐらい取れば OK です。そしてその下にアミノ酸の種類で分かれて何パーセント取れているかっていうのが書かれていますが、これが実際に私が1日に必要なアミノ酸の種類とパーセンテージになっています。なのでもうこれでほとんど1日分取れちゃいました。はい、おやつにピーチを食べたようですね。59キロカロリー。フルーツは基本的に炭水化物が多いですね。バイタミンがたくさん入ってるのでお肌にもいいです。ちょうどいい機会なのでお話ししましょう。こちらのプロテインというところをご覧ください。プロテインというのは日本語でタンパク質です。植物にはタンパク質が入っています。どの植物にもタンパク質が入っていて、アミノ酸のバランスは違いますが必ず入っています。なのでお肉を食べなくてもタンパク質が取れるということですね。普段私たちはほとんどずっと一緒に家にいて、家で仕事しているんですけど、最近アンディが教育実習が始まりまして、ちょっと忙しいのであんまり一緒にご飯食べれないです。
なので5食なんですけど、まあさっきアンディが少し帰ってきて、おやつというか夜ご飯を少し食べてたんですけど、ちょっとその残り、だからまあ残り物なのであれば見せるのもね。さっき私がお昼に食べていたラザーニャとラザニアと、あとこのバナナとブルーベリーの残りがちょっとあるので、それを食べます。あんまりまだお腹空かないです。なんでだろう。お腹空かないのはさっきあれだけ食べたからですよね。はい、そしてこちらは137キロカロリー、残り物食べてます。この日は本当に適当で、多分これもう夜なんですけどパジャマになってますねそして一人で寂しいのでなんかゲームをしようとしてますね。皆さん一人でご飯食べるときって何してるんですか？最近はゼルダの伝説の Breath of the Wild っていうやつやってます。 Anyways, let's check the micronutrients。 ざざっと見ていきましょうね。特に変わったことはないかなと思います。こんな感じでした。それでは次のミールに行きましょう。じゃん、こんなにたくさんの納豆用の大豆が届きました。今までというか前回まではこの辺のスーパーで売っている普通の大豆を使って納豆を作っていたんですけれど、じゃあこれすごい数の納豆になりそうです。ローラビーンズっていうところのお豆で、納豆用にこう小さめのサイズの大豆が売られています。はい、アメリカ在住なので納豆は高いので自分で作りますこちら今日出来上がった納豆です。これをちょっと食べます。にょーん。この日の納豆はあんまり成功しなかったですだんだんでも最近上手になってきましたよ。ということで334キロカロリー取ってますね。ビタミン K 26%。 納豆はビタミン K2 が入っているんですが、実は人間はビタミン K1 を K2 に体の中で変換できるので、そんなに K2 を心配しなくてもいいかなとは思います。はい、そしてタンパク質もお豆ですからね、たくさん入ってますね。これだけで結構ほぼ 100% いってますね。はい、じゃあ今日1日に食べたものを全部見てみましょう。1606キロカロリー消費して1581カロリーコンシュームしたようです。下の部分は私がいつも着目している栄養素で、カルシウムがちょっと 83%、 ビタミン B5 が 81% でした、はい、B12 はちょっとデトックスしようとしているので 50% でまあいいんじゃないでしょうか。これが全部の栄養素ですね。取れていないものはやっぱり B5 とカルシウムだけですね。ビタミン D はサプリで取ってますし、 B12 も今は取らないようにちょっとしています。はい、プロテインも全部取れました。というわけで本日もほぼ 100% 取れなかった栄養素は2つだけ、それも両方とも 80% 以上取れてました。今日は本当に適当に何にも考えずに食べていてもこんな感じなので、プラントベースのダイエットはビタミンもミネラルもプロテインもとても取りやすいですし、しっくりきますね。例えばお肉とかを、卵とか牛乳とか飲んでいるとやっぱりコレステロールとかも入ってきてしまいますし、サチュレーティッドファット、トランスファットっていうのも入ってきますし、ちょっと不自然な栄養素が多いのかなってやっぱり栄養素を見ていて思います。やっぱりお肉を食べると体の中で炎症が起きてしまったりしますので、そのことについても今度他の動画で説明したいなと思います。はい、というわけで今日の動画はここまでにしようと思います。この動画が面白かったと思ったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルではヴィーガン栄養学や海外での菜食と健康についての研究などの情報をお届けしていますので、そんな情報が欲しい方はチャンネル登録とベルボタンも押してもらえたら嬉しいです。何かヴィーガンについて質問や動画の感想があればコメント欄でお話ししましょう。こんな動画作ってほしいよなどの意見もお待ちしています。最後までご視聴くださりありがとうございました。素敵な一日になりますように。 Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next video. Have a happy day. Bye.